サイフォンとは、隙間のない管を利用して、液体を、ある地点から、目的地まで、途中出発地点より高い地点を通って導く、装置であり、このメカニズムを、サイフォンの原理と呼ぶ。紀元前1500年頃の古代エジプトのレリリーフには、大きな保存瓶から液体を取り出すのに使われる、サイフォンが描かれている。紀元前6世紀のサモス島のピタゴラスのカップと、 非現前3世紀に古代ギリシアの技術者がペルガモンで作ったサイフォンがギリシャ人がサイフォンを利用した物理的な根拠となっている。ヘロンは論文ニューマティカの中でサイフォンについて広範囲にわたって書いている。9世紀にバグダードのバヌー・ムーサー兄弟の出版したブックオブインジーニアスで倍せずには 発明したサイフォンについての記述があり、ドナルド・ヒルの翻訳した版ではそのサイフォンの分析が行われている。サイフォンは17世紀に真空ポンプとの関連でさらに研究された。サイフォンの原理何らかの液体を高い位置にある出発地点と低い位置にある目的地点を管で繋いで流す際、管内が液体で満たされていれば、 管の途中に出発地点より高い地点があっても、ポンプで組み上げることなく流れ続ける。この仕組みは液体を鎖に模して、鎖が出発地点より高い位置にある滑車を経由して、もう一方へと移動するモデルによっても説明される。管内が液体で満たされている時には、管内の制圧について考えると、出発地点における、制圧は目的地点における、 制圧よりも液中の高さの差分にかかる重量分だけ高くなり、この圧力差を駆動力として液体は目的地点へと流れる。途中、どれくらい高い地点を通ることができるかは、大気圧及び液体の蒸気圧と密度による。最高地点において管内の圧力が液体の蒸気圧に近づくと液体はキャビテーションを起こし始め、発生した気泡が 重力による圧力差を吸収してしまうことから気泡が増加すれば、いずれサイフォンは停止する。一気圧下において液体の密度だけを考えると、水ならば出発地点から最高約10メートルの高さを通るサイフォンを作ることができ、水銀の場合は約76センチメートルのサイフォンが作成可能であるが、実際は 管内の液体は自調で制圧が低くなっており、溶存気体もあるために、キャビテーションの開始は、より早い。水の場合、7メートルから8メートルが実用上の限度とされる。洪水時に、ダム湖の水を急速放水するためのサイフォンサイフォンの原理を利用した灯油ポンプサイフォンを構成する管に、特別な細工は、必要ないが、管を液体で満たすまでに、 ポンプが必要になる。缶の大半に最初から液体が充填されていれば、管の出口を塞ぎ、気密を保ったまま元の液面より低くすれば、指導に、ポンプは、必要ない。身近な利用例として、灯油ポンプが挙げられる。例えば、ポリタンクから、暖房器具のタンクへ灯油を移すとき、ポリタンクの液面が、暖房器具のタンクの液面より高くなる位置に置いて、 はじめにポンプを数回操作して、缶を灯油で満たせば、サイフォンの原理によって灯油は流れ続ける。大規模なサイフォンは、局地的な水道設備や工業においても用いられる。このような規模のものでは、取水口と排水口、最高地点とにおいて、バルブによる制御が必要になる。この場合、取水口と排水口のバルブを閉め、 最高地点から液体を流し込むことでサイフォンを始動させる。取水口と排水口とが水面下にある場合には、最高地点でポンプを動かして始動させることもある。また、取水口と排水口との両方でポンプを動かして始動させる場合もある。大規模なサイフォンにおいては、液体中に気体が溶け込んでいたり、気泡が混入したりしていると、液体が 管の最高地点に近づいて圧力が低下するとき混入した気体が気泡となって現れたり元あった気泡が膨張したりして最高地点に溜まり流れを分断する場合があるあるいは温度が高い場合も液体が蒸発しやすくなり蒸気が最高地点に溜まると流れが止まる大規模なサイフォンでは最高地点では気体を集めて排出する 空気質が設けられる。2010年、オーストラリアクイーンズランド大学の物理学者、スティーブン・ヒューズが、辞書など社会で一般に説明されているサイフォンの原理は誤りであると指摘した。サイフォンの原理の説明の多くは、大気圧の力によるとされているが、ヒューズは、正しくは重力によると指摘している。 ヒューズがこのことに気づくきっかけとなった、オックスフォード英語辞典は1911年から大気圧によるものであるとしており、次の番でヒューズの指摘を反映するという。ありがとうございます。